9000円を超えてきていると、かなり金の価格が高騰している状態になっていますと。売り時。それでは小栗です。現在、金貴金属の買い取りやられているユースローさん、皆さん、お客様が殺到してるんじゃないでしょうか。それもそのはずですね。現在3月16日ですが、1グラム、ついに日本円にして9000円を超えてきていると、かなり金の価格が高騰している状態になっていますと。このチャンネルではですね、2023年、金が高騰すると、何度か動画の方で言い続けてきたわけなんですが、まさかですね、金が高騰している引き金となっているのが、シリコンバレーバンクの破綻が引き金になっているなんていうことは、誰も予想していなかったんじゃないでしょうか。ということで、今回はですね、世界の金融市場を騒がせているシリコンバレーバンクの破綻についてと、まあ、その破綻が、まあ、金にどのように影響しているのかというところをですね、海外メディア見ながら紐解いていこうかなと思います。売り時で月に100万円以上の利益が出ている買取店が増えてきてます。詳しくは概要欄から。まずキッコニュースからですね。海外の貴金属とかの、まあ、金融メディアですね。シリコンバレーバンクの崩壊により FRB は3月22日に利上げを一時停止せざるを得なくなり、米ドルが下落するにつれて金は引き裂かれ始める。ちょっとこの引き裂かれ始めるというのがね、よくわからないですけどね。タイトルある通りで3月22日の利上げがまあ停止されるじゃないかっていうのは、シリコンバレーバンクがね、破綻した時にいろいろと話題になってましたよね。米国市場2番目に大きな銀行の破綻であるシリコンバレーバンクの破綻は3月10日に発生し、アメリカ市場と国際市場の両方に急降下を引き落とし、1180億ドルの資産を保有する別の銀行であるシグニチャーの破綻も引き起こしましたと。シリコンバレーバンクの破綻は預金者の大量の引き出しが引き金となり、銀行は顧客の要求に応えるために赤字で資産を売却せざるを得なくなりました。高インフレを抑えるために連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は以前3月に 0.25% から 0.5% の利上げを示唆していたと。しかしマッターホルンアセットマネジメントのコマーシャルディレクターであるマシュー・ピーペンブルク氏によると、シリコンバレーバンクの崩壊による影響への懸念により FRB は利上げを一時停止せざるを得なくなるでしょうと、3月22日の利上げは期待していないと、まあ、彼は語ったと。加えてマウベル議長は今選択の余地はないでしょうというふうに言ってるわけですね。でピーペンブルク氏はこうも語ってますよと。連邦準備制度理事会が過去1年間で 4.5% の利上げを行ったため、また金利が上昇するにつれて銀行が保有する債券の価値が減少したため、シリコンバレーバンクのバランスシートに悪影響を及ぼしたと。債券が暴落してシリコンバレーバンクの資産が一気にマイナスになっていったって。というところはなんかいろんなところのニュースで言われてるなって感じですね。シリコンバレーバンクのバランスシートが悪くなったっていう情報がね、知れば預金者の人たちは不安になりますから。まあそれによって預金者が、まあお金を引き出し始めましたよと。まあそうなってくると、シリコンバレーバンクやシルバーゲートなどの銀行は、預金者の要求を満たすために資産を売却せざるを得なくなりましたと。で、連邦準備制度理事会はここ数ヶ月ずっと利上げを行って、債券価格を引き下げたため、預金者による流動性ニーズに直面していたこれらの銀行は、短期債券を割引価格で売却しなければならなかったんだよと。なので、まあ損切りですよね。これらの理由から、ピーペンバルク氏は、FRB が3月以降も利上げを続けるには、奇跡が必要だと述べた。外信らしい言い回しですよね。つまり、今のままじゃ到底できないよってことを言ってるわけですね。で、その後に、ゴールドトゥーリップ、金を引き裂く。訳し方がわかんないんですけど、合ってるのかわからないですが、米ドルが価値を失うにつれて、金は引き裂かれるだろうと、ピーペンブルク氏は予想しています。強い米ドルが2022年の金価格を弱めた。だが、景気後退の圧力が高まるにつれて、ドルは弱体化するだろうと指摘したと。このね、チャンネルでも過去に何度か動画撮りましたが、景気の雲行きがね、怪しい時、経済が不安定な時ほど金の価格は上がる傾向にあるので、景気後退で強いドルを持つことはできないと。米ドル指数は過去5日間で 1.8% も下落しましたよと。その後ピーペンブルク氏言ってるんですが、まあ最後に自分が独特ですね。ポケットにドルを入れて2年後に戻ってきたら、ポケットにある金のグラムよりもはるかに価値が低くなることに疑いの余地はない。2年後はドル対金で考えたら金の価値の方が高いですよと。むしろドルが弱まるから対ゴールドで考えるとドルの価値は安くなってっちゃうよってことを、まあ、ここで言っているとですね。インフレをね、回避するために、まあ、徐々にね、利上げを行っていきましょうみたいなのが、全体的な流れだったと思うんですよね。利上げをやり始めたと。そしたら、銀行が潰れちゃったよと。そんなことになってしまえばですね、まあ、当然利上げできないですよね。インフレを回避するという選択肢の中で、利上げをするってことは一つ、まあ、選択肢としては、まあ、奪われてしまったというような現状なんだと思うんですよね。まあ、ドル対金で考えると、ドルの方が、まあ、安くなっていっちゃうから、まあ、対ドルで見ていけば、金の価値は相対的に引き上がると。で、もう一つメディアご紹介します。これ海外のヤフーファイナンスですね。シリコンバレー銀行と、まあ、著名な銀行の FDIC バックストップ、連邦預金保険公社の、まあ、保証がされたと。投資家が金と銀に目を向けている理由は次の通りです。というのが、まあ、タイトルですね。
なので、まあ、シリコンバレーバンク破産したときに、まあ、今週の月曜日の朝一ですね、預金者のお金は守るぞというのが政府が発表したわけですよね。まあ、なので、まあ、そこがね、まあ、シリコンバレーだけじゃなくて、まあ、それに、まあ、波及した銀行含めですけども、まあ、それの保証がありましたと。で、まだ、まあ、数日しか経ってないですが、今は。投資家がなぜね、金と銀に目を向けてるのか。まあ、その理由が、この記事では、書かれていると。で、こちらも、まあ、先ほどのキッコニュースと同じように入りですね、2023年、3月10日、金曜日2000億ドルを超える運用資産を持つ米国で16番目に大きな銀行であるシリコンバレーバンクが崩壊した後、世界の金融市場はパニックに陥り始めたと。これは2008年に崩壊した当時の米国最大の貯蓄金融会社であるワシントンミューチャルバンクに次ぐ史上2番目に大きな銀行ですと。この危機は他の企業や銀行への伝染の可能性についてすでに警告を発していますよと。ジェネット・イエレン財務長官と連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長、それと、まあ、FDIC のマーティン・グレンバーグ議長が日曜日に共同声明を発表し、米国政府の対応が形になり始めてますよと。で、財務省はほとんどの預金に保険がかけられていなかったとしても、預金者は3月13日月曜日から全ての資金にアクセスできるようになることを保証すると。シリコンバレーバンクの決議に関連するいかなる損失も預金者が負担することはないですよというふうに、まあ、付け加えてますと。まあ、これは世界的にも有名なニュースなのかなと。政府の計画に対する意見はまちまちだと。潜在的な伝染を阻止するための迅速かつ効率的な取り組みを称賛する人もいたし、一方で他の人たちはそれを過剰反応と見なして、こんな大規模な動きはね、財務省が問題を見た目よりももっと悪いと考えていることを示しているんじゃないのかと、まあ、恐れた人々もいますよと。で、多くの投資家はこの危機を利用しようとしていると。強い確信を持つ一部の投資家は、高い潜在的利益を求めて市場を直接空売りしている。一方で投資を失う、まあ、重大なリスクを負っていると。で、リスク許容度の低い投資家は、株式市場の成功とはあまり関係のない、より安全な投資に移行していってますよと。多くの投資家は、特に短期的には、金や銀などの貴金属を優れた安全資産として分類していますと。インフレに対するヘッジ、価格の保存、安全資産としての金属の地位により、金属は経済が不確実な時期に人気のある投資になっていますと。世界的に世の中の見通しが見えないとき、不安定なときに金は投資される。で、しかも、そこのポートフォリオの組み替えは1月に行われがちなので、今年の1月には金がどんどん高騰され、さらにここからその流れは続いていって、2023年は金がものすごい高い価格をつける年になるんじゃないのかっていうのが今年の始まりでしたね。それがまさかね、シリコンバレーバンクの破綻が引き金で、当然その時は予想はしていませんでしたが、まあ、金が上がるという予想は、まあ、結果的にはそれが的中している、まあ、現状になっているところですね。で、この需要の増加により、供給が同じままであるか、または減少した場合、金と銀の価格が上昇する可能性があります。金と銀の両方の価格は金曜からすでに急上昇し始めていて、IRS は投資家がアイラで貴金属を購入できるようにしたため、IRS っていうのはアメリカの国税局みたいなですね。アイラっていうのはアメリカの個人年金積み立てですね。貴金属を購入できるようにしたため、投資家は資産の安全な避難場所とされるステータスに加えて、税制上の優遇処置を得ることができますと。売り時。いかがだったでしょうか。まあ、何度も申し上げますが、2023年は金の土地になる。金は過去最高記録の価格をつけるかもしれない。これはずっと年の初めから言われていました。ただ、シリコンバレーバンクの破綻がきっかけになるなんていうことは誰も予想してなかった。まあ、こうしてね、海外のニュースを見ていくと、まあ、利上げができなくなって、ドルの価値が弱くなると、ドル対ゴールドで見ていったときに、結果的にドルが安くなれば、金の価値はまあ高騰するわけじゃないですか。加えてシンプルにね、経済が不安定になればなるほど投資商品として金や銀の投資する人が増えてくる。で、しかもアメリカの年金積み立て制度とかではまあ税制優遇も出していたりとかしていて、まあ、金をね買わない理由がなくなってきてるわけなんですよね。今年ね、あの金は2000ドル到達するんじゃないかずっと言われてましたけど、まあ、そもそも3月7日に1回2000ドルタッチしてるんでね、ひょっとしたらもっともっと上昇していくかもしれない。ということで、気になる、金の話題でございました。このチャンネルではですね、流通に関するニュースをお届けしてまいりますので、この動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。それではまた、動画で流通。